はい、じゃあグレード試験7級の、16変形3っていうのをやっていきたいと思います。もうちょっと説明しちゃったんですけども、16変形、まあ、1とは書いてないんですけど、初めは、おにぎりこの16分音符を叩いて中で1個だけ休む、まあ、叩かないっていうのが1です。2の方は2つだけ叩かない。なんでここにあるように1に休んで3、4だけ叩くっていう、こういうリズムのことをやりました。で今回、3になると1個だけ叩くっていうのをやっていきます。でその中で、まあ、1、2、3、4、くしゃりくとおにぎりってしてるんですけど、おだけ叩くってすると2だけ、もうこの数字を2だけ叩く、3の部分おにぎりとぎだけ叩く、4の部分りだけ叩くっていうのをやっていきます。その中で1とこことここはもう今までやったことあるんで簡単だと思いますので、特に2と4だけ、これだけいきます。でやり方です。足を入れます。今回もテンポ80で叩けるっていうのがポイントなんですけども、足を入れておにぎり、おにぎり、まずこれです。おにぎりで左手になります。あの手順がおにぎりってした時に左になるからですね。この手順のままやってます。右左でこことここしか今叩いてないんで、はい、全部左です。で4つ目です。おにぎりおにぎり、これですね。これはテンポ80でいくんで多分このぐらいかな。まずはおにぎりおにぎり、これだけで4つ目、おにぎり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 っていう、以上となります。ちょっと挑戦してみましょう。動画は以上です。